今週も、はじめの一歩最新話の考察を始めたいと思います。前回は、組の自宅へ一歩が招かれて良い雰囲気となり、いよいよキスをする流れで真柴が帰宅しました。今週は果たして一歩と組の仲は発展するんでしょうか？見ていきましょう。本動画ははじめの一歩最新話のネタバレを含みます。あらかじめご了承の上ご視聴ください。一歩は真柴が帰宅して気が動転しますが、真柴はいつもと違う様子です。真柴は、成人した大人の妹を束縛するのはやめたいが、任せる男性には条件があると言います。それは、自分より強い男です。真柴は、世界前哨戦前には田中理恵という女性との交際している様子が描かれており、すでに伏線として、自分以外の男に妹を任せようとする姿勢は見せていました。真柴に妹の好きなところをあげろと言われた一歩は、うまく答えられず、一歩を否定する真柴に腹を立てた組は、兄弟喧嘩を始めます。というかなぜ最近、ヒロインキャラの組をブサイクに書くのでしょうか。昔は兄に怒る時もこんな風に可愛かったのに、今じゃ人相も悪いし目つきが兄に寄ってくる始末です。夜の海を散歩している時は怪談話で怯えて抱きついてきたり、真田戦前に一歩がテンパって告白失敗した時も、拗ねてる顔がむしろ可愛かったのに、今じゃ半夜顔で描かれるのがデフォルトに、これ見たら普通に冷めますよね。せめてこれくらいの顔なら受け入れられるんですが、ただ、ここ最近では一歩が引退して二人の時間が増えたためか、坊主頭とはいえキスシーンも最近ありましたし、ゴールインは徐々に近づいているかもしれません。また、真柴が一歩へ出した組と付き合う条件に自分より強い男とありましたが、これが一歩の現役復帰へのトリガーとなる可能性も否定できませんね。ということで、相変わらず進展しない一歩と組でしたが、真柴が初めて妹を一歩へ任せようとするような態度も見られました。もしかしたら一歩と組が結ばれる日も近いかもしれませんね。ちなみに、一歩と組の出会いや組の可愛い場面をまとめた動画を近日中にアップします。動画が気になる方はぜひチャンネル登録をお願いします。